次第の部分はあると思うんですよね。これもカーブ、三塁線はフェアで咲いています。オースティンは二塁に向かっていきます。そのカーブを捉えていきました。ワンアウトランナー二塁です。三塁線フェア。外のタイムリー、同点に追いつきます。連打で同点に追いつきました。今日カーブを打ってレフト線、これもヒットになりました。ああそして小深田後ろに反りました。ランナー帰って、そして桑原三塁に行きました。ワンヒットワンエラーです。的な球種だったりコースではないと思いますけどね。センターの前ヒットになります。強打タイムリー、ベスターズ打線が止まりません。3対1になりました。一、ね、二塁間破っていきます。先頭の関根が出ました。昨日のヒットの関根、今日2打席目でヒットを放ちました。ランナーがスタートを切って打っていきます。一、二塁間です。巻きヒット、ワンアウトランナー三塁一塁。これはもううまく右方向に打っていきました、はい、このねピッチャー返しはショートに取った。二塁はあっと送球それました。三塁ランナー帰ってきて、そして二塁ランナー三塁に向かいます。ここもヒットと、はい、久保さんこう低めが集めるおっしゃってましたけども、レフトに上がっています。三塁ランナータッチアップの構え、スタートを切ります。桑原犠牲フライ手を追加しました。これで5対1。変化球うまく拾いました。山本ヒット、ノーボタンナー1塁なってるような感じはしますね。セカンドの右抜けていきます。山本は3塁に向かいます。これ佐野もうまく対応しました。連打でノーボタンナー3塁1塁です。低めの球、三遊間はショットません。その宮崎にヒットが出ました。1点を追加しました。宮森打たれました。6対1です。ピッチャー大島、これもヒットになった。ランナー2人帰ってきます。リード広げますベイスターズ、8対1です。牧にもタイムリーヒットが出ました。2点タイムリーになって、これで8対1になりました。あ、ここで石井監督出ます。まあそうですね、タイムリーをセンターの打球は伸びていきます。辰巳が追いつきました。三塁ランナースタートを切ります。桑原今日3打点目、ここも犠牲フライを打って9対1。お手元の当たりはピッチャーでできますが、と取れません。ライトの前にきっちり運んでいきます。今日3本目のヒット、ライトに2本、はい、センターに1本です。ことがあるかもしれないですよね、はい、センターの打球小深田突っ込んできてワンバウンドです。代打大和ヒット、ノーアウトランナー1塁。低めの球ライトに上がっています。下がるライト見送った。ここで一発が出ました。関根ツーランホームラン。いや関根の打球がライトスタンドまで行きました。2点を追加します。11対1になりました。低めの球でしたけれども、関根ライトスタンドまで運んでいきました、ね。あのまあ、コースはちょっと、ね、甘かったかもしれないですけど、まあ、低さというところで言ったらしっかり投げれてましたけどね。もう、 うまくこう角度をつけて打ちました ね、ね、うん、決して、ね、高めに浮いたわけではなかったですね。4番の今日3安打牧から始まります。初球を打って今日4本目。これも鉄平さん引っ張らないヒット、うん、センターに返していきました。ちょうどね一昨日ホームラン打ちましたよね。それと本当に同じような感じ
ですね、外に構えてインコースに抜けてその球を打たれるっていう。ライトへのヒット、セカンドランナー三塁ストップです。満塁になりました。そしてここはチャンスを広げるヒットを放ちました。西口満塁のピンチを招きます。そうですね、今日3本目のヒットです。ワンアウトから関根が塁に出ます。今度追っつけていきました。この辺りが高打率今残している要因の一つでしょうか。はい、まあ、もうこの試合、ね、何度 も